竹内歌子は、日本の政治家、衆議院議員、岡山県牛窓町生まれ、山陽高等女学校卒、都新聞に入り記者となり、その後国際通信社に移る。1942年東京第一、副総女学院長に就任。1944年に退任し、王子産業取締役になる。1946年に、 暴走産業代表取締役社長になり、同年に行われた第22回衆議院議員総選挙に、千葉県から新日本青年党公認で立候補して、当選する。翌1947年の総選挙で、埼玉一区から民主党公認で立候補して、落選した。その後は再び選挙に出ることはなかった。第90回帝国議会衆議院。 生活保護法案委員会第9号。teikokugikai-i.ndl.go.jp 国議会会議録検索システム。国立国会図書館。2021年1月27日閲覧。第91回帝国議会衆議院本会議第10号。 teikokugikai-i.ndl.go.jp 国議会会議録検索システム国立国会図書館2021年1月27日閲覧ありがとうございます